光の表現が非常に綺麗なゲームになってまして、これがまた、スムーズに動く様子というのを確認いただけるんじゃないかと思います。こちらもともと PC 用のゲーム、 PC ゲームなわけなんですが、テグラ K1 の上にコーティングするのに6週間でできたというふうに聞いてます。コンソールのゲームなり PC の普通の PC のゲームとでもおかしくないぐらいの表現というのがもうすでにこのモバイルのデバイスの上で動いているっていう様子が確認いただけると思います。このバブルの上に乗らないと上に行けないんですけど、アマディアスというこの3人の1人をまあコントロールしているんで魔術が使えます。カーソルが見えなくて、あーっとこれを動かし、こういうゲームになってます。こういった障害物を自分で作り出して進めることもできる、ちょっとパズル的な要素が入ってますね。